時は近い。バイオハザード・レボリューション。最初にジルがなんかアナウンスしてる感じかもしれないですね。はい。まあこれまでのバイオハザードということで、ね、いよいよね、まあモルガンが黒幕だったんだけど、まあそいつをどうやってぶちのめそうかっていうことをじっくりと相談しながら、まあ奴をとどめさせていこうぜっていうことでね、まあ話を進めていっているんですけれども、さあ果たしてそのままね、ノーマンじゃねえや、モルガン君がね、何も言わずにこっちのね、あの赴くままにね、やっていただけるかどうか、あのやらせてくれるかどうかってところは果たして疑問だよねっていうところがあるんで、さあ果たしてその生還した状態なのか、お首が取れてポロリチンってしてるところなんですけれども、さあジルとクリスは果たして一体この先どうやって真実を明かしていくのか。だが私は諦めてないよ。二人が残したお気に入り、二人が残したお決め上げと一体何なのかっていうのがわからないままの状態になっているんですけれども、まあまあそんなこともありつつですね。はい、 The Queen is dead。 はい、ということでございますね。最後のクイーンがいるということでね、そのクイーンをね、今からね探しに行くんですけれども、そのクイーンの中にですね、最後の最後の、テロリストの首謀者がね、もう眠っているということですね。はい、テラグリジア。ああ、なるほど、そういうことですね。はい、テラグリジアに、まあ実はね、最後の お姫様じゃないよ、女王様がいらっしゃるということなので、そこに向かいましょうと、クイーンと思っていたら、これで一つお疲れのところなんですが、残念ながら、そういう、あれ？ちょっと待って。え？こいつもウイルス持ってるってことは、ラスボスこいつなんじゃないか。FBC、Everybody Free！ 止まりなさいと、あ、あ、あ、ちょ。なんて不届き者だ、髪を踏むなんて、お前ら木を踏んでることと変わんねえからな。ああ、やっちまっただわよ。さあ、果たして一体誰が出てくるのかと思って、ああ、あなたでございましたか。え？窮地の中でですね、君たちのショーは終わりだ。ここまでさ、いろいろもうね、BSA の中で情報が握られているのに、なんでこいつこんな偉そうにね、まあ確かにな、テロ、ベルトロ復活劇ってやったのはな、でもまだこれさ、ぶっちゃけさ、証拠ちゃんと集まっている状況でのさ、この逮捕劇なんだとね、これ間違って逮捕したらさ、なんかいろいろ罪がやばいんじゃないかと思われるんだけど、果たしてそこら辺は一体どうなるんでしょうか。うん、見えてきたー。テラグルジアアートクリーンダイドーって言ったな。リードじゃなくてダイドーって言ったな。ダイドーってやっぱコーヒーだよね。美味しいやつよね。ダイドーコーヒー確か勤める友達いたんじゃないかな。ダイドーだったっけ、なんか鬼滅の刃とコラボレーションをしてさ、爆発的に売れて、でその後東京リベンジャーズとコラボしたら、もう鬼滅の刃とは違って壊滅的なくらいもう売れなくて大変だったみたいな。あんなさ、海に入るときにさ、ちゃんとスーツ締めてなかったらさ、めっちゃおっぱいの隙間から水入ってくんじゃないの？大丈夫？そこら辺？え？めっちゃおっぱいぬれぬれになっちゃうよ。え、おっぱいぬれぬれ、もうええわ。で、3番目の女王。はい。ちゃんと喋れるんだね。でもそこちゃんと締めとかないとね、中がべっちょりぐっちょりになっちゃうよね。あれ？ジル？お前、それなんで濡れてるんだってなっちゃうよね。まあ、濡れてる理由はあれなんだけどさ。はい。あ、な、てっきり、プリ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 。あ、やるよね。クリ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 ああクリ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 こういう力仕事はゴリラがやんなさいよ。人間にやらしちゃダメでしょうよ。ねえ、ゴリラがやんなさいよっての。そしてなかなか開かないね。ああ、オープンセサミーでショットガンで、パワーはね、もういっぱいあるからいらないんだよ。ああ、これか。これね、あの DS 版だったのに、なんかね、あのタッチペンの方で謎ってこう開けるみたいなのがあるけど、これは残念ながらないからね。ということで入れていきましょうか。ねえ、ここにね、漂着物が、チャプター1の2だったかなとかですね、漂着物がね、プル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 。おーよ。Blobs we found on the beach. They came from here. The beach. わー、音楽が素晴らしいね。あー、こっちも。ジュー。トンカチュー。開かない？あ、いた。え？うわ、すげえ。なんだ、ただの上手だったな、これは。ん？待って。固まってる。マシンガンいっぱい。お前もお前だな、格好がよ。ちゃんと全身包んでこいよ。どんだけ筋肉アピールしたいんだ。そうか、この時、だからあれだな、鍛え始めている最中だから、もうなんか、俺の血管見てくれよってアピールし始めてる子なんだな。うわ、なんて不届き者なんだ、本当に。
もう片や私の爆乳見てよってジルだけに J カップって出してくるやつもいればさ、あなんかちょっと待って、これ捜査官がよ、生きてるやつもいる。Something's still alive。そうですね、見つかれたら終わりなんでね。マスンガン、あやったライフルダイヤケース。でこれいるんだっけ、泳いでくる、どっかにいるべよね、これね。奥進んでったらやば、あやったハンドガン、武器とか変えるんだっけ。まあ、とりあえず、あもう毎回とんかつしなきゃいけないのよ。ジュー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 、とんかつの油をこううまいこと処理する方法ってなんかないのかな。そこは今ちょっと悩みなんだよな。扉がロックされているわ。出たー、出しゃばり。It's an electric lock. ピンク用電源を、ね、入れなきゃいけないんだけどね。こいつまた、俺こっから動かないからっつって、はいはいはい、頼んだよ。 Okay, I'll see if I can get the power going. だから女を動かすんじゃないよ。普通なんかあの役割が逆なんですよ。まあ、あの私はおっぱいが好きだから、あのゴリラ筋肉よりも俺おっぱいが好き。筋トレして筋肉をムキムキにしたいなと思いつつも、やっぱりでもおっぱいが好きだから、おっぱい頑張ってなんだっけ。ああなるほどね、泳いでるやつがいるから気をつけろよってことね。でこいつに確か踏みつかれたら一発で終わるはずだから、あやばいやばい、終わっただよね。もうそうなるよね。ああ、そうなんですよ、水中のこいつ超強いんすよ。あれパルスグレネードはなんか使えるって出てたな、マジっすか。なんだけど、それは分かってんだけど、あ、びっくりした。そうはイカヤが下ろさない。待って、わー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 、もうそうじゃない、無理。なんか急にちょっと絶叫してみたくなったから絶叫してみた。うん、まああれだよね、いろいろ起こるよねこういうことってね。え、ちょっと待ってよ、あれ、こっち向いてる。で、そろそろこっち、よし、オッケーオッケーオッケー。で、とりあえず奥に向かおう。とりあえずここのちっこ、うわぁ、なんかいる、違う、いや、向こう向かってったから、こっち何もないのかよ。なんだ、ただの行き止まりか。こっちもいない。え、なんだ、なんか拾えるものが、あーあったか。パウスグレネード。で、どこから出てくるよね。ジルと同じ空気を吸いたい。で、こいつを追いかけるようにしていけば、なんとかなるですよね。うわぁ、ハンダガンが撃ってる。これあれだな、ベルトローの工作員が、あれなんだな。最後の最後で、なぜか通用しない火薬をこの中でぶち込もうとして、ミスって、そのままになっちゃったやつというかですね。スプーン、オッケー、じゃあこれで戻ってこいよ。Jill, the door's open. うん、まあ、あなたが何かをしたというよりも、あのジルのおかげで開いたと思っていただいた方がようござんす。そんな嫌味なこと言ってね、さっさと戻るでゴンスよ。さあさあ、無事戻る時にも奴に組みつかれないで済むかどうかなんだよな。いるねこれ、このまま戻ると大変なことになるから。で、まあ、やつがまた、向こうに行った瞬間、君どうやって泳いでるの？不思議だよね。あれ、もしかしてマグナムか？ああ、なんだ。あいつのアブナムってなんだ？マグナムだったかもしれない。ねえ。よし、じゃあ、オフィスさんに、じゃあ、先に進もう。ここは普通に開くんですね。じーっとんってやらなくて済むんですね。で、ここか。いつの間にゴリラ入ってきた？ゴリラ侵入の巻。あ、なんだ？頭がめり込んでた。ブブハー。なんとかあかんとか、やったね。だから、力仕事を女子にやらせるんじゃないよ。重いものも、力仕事も。男子、ほわ、で、お前が開けるんかい。血管がすごいね、羨ましいな。さあ、侵入。まだ空気がある。でも、いずれなくなるよ。そして私はそのハンドガンを持っていないはずよ。
そんな細かいことはね、気にしないでさっさと行こうか。Who's that? Who's that? He hasn't been dead for long. え？あれ、FBC？ これ。あ、FBC なんだ。そういうことか。証拠を回収しに来いって言って、やられたけど、あ、送り込まれたけど、ノーマンの返り討ちになったよな。そういうことか。ノーマンの返り討ちになったんですね。で、何か手に持ってるわ。何か手に持ってるんだけど、あれ？あれ？ちょっと待って。おかしいな。ライフルがなくなっている。で、手に持ってるのってなんだ？ What's the letter?This is Agent Dario Barrioni of the FBC Armed Forces. Dario Lasso. I request that this recorder be headed over to General Lansdale. If found by the next team, everyone on my team is dead. Killed by the devil himself. We were unable to retrieve the video log. Our mission has failed.Veltro, they weren't sitting around waiting for death to come to them.When the FBC arrived, they were waiting for us. Even though Terra Grigio was a year ago. Thoughts of revenge. あれ、まだこれ、この時編集してなかったよ。人間の、わあ！人間の魔物のはずだったよね、これね。ペイン13パスってなかなかだ。待って、ライフルの弾が結構乏しいんだな。なんか頭割れてる。どういうことどういうことピーン。わあ、これはベルトロの工作員でございますね。ベルトロの工作員は二日酔いで寝ていると。わあ。Oh my god. Oh 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 my god.お声が、うわーってなんか面白い声聞いてるけど。なんだチュキン、ライフル、え、待って、ライフル 68、なんだライフルが68発もあったぜ、今。まあ、ライフルで戦うしかないか。あれこれさ、装填式のライフルしかなかった。わー、まぶちーなんだ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 あ、出た。メガネが割れてない。メガネが割れているように見えて、実はただのおじさんのドアップ。クイーンダイドーは、クイーンダイドーは、鬼滅の刃とのコラボには成功した。しかし、FBC という名の東京リベンジャーズとのコラボは、あまりにも利益を生み出すこと、あ、なんかこれ以上言ったらなんか、殺されそう。これだ。これが、お前の、え、何？自分に打ち込むのこれ。てか、その、やっぱり、こいつ、テロリストのボス、なだけある！それ撃っちゃダメー！ピーン。アルコールはお口から摂取しないと、直接血管に打ち込んじゃうから、そんなことするからさ、最後、目玉一個の大きいやつに変わっちゃうんだぜ。あがみの、なんちゃらかんちゃら。ああ、ぐへ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 、大丈夫？やっぱり、あれじゃないの、アセダールデヒドがなかったんじゃないのもう、モルガンってね、もうそういう証拠映像が残ってる時点でも、モルガン犯人だって言っちゃってるんだもんね。やばいよね。さーって。大丈夫か。我々は真実を守り通そう。まあ、この映像を見てね、この真犯人は、まあ、実は、このハゲチャビンではなかったということかもわかる。だーでも、これ、このままさ、人間としてのその、あれを保ったまま生き続けられてる。すごいよね、こいつもね。本当最強だと思うよ。映像はここで撮影されたのね。これですね。はい。なんかあるかな？あ、まだあるね。なんかあるんだけど、ちょっと待って。なんかね、もう嫌な予感しかしないよね。ボス戦に限ってさ、超バグるみたいなことがいっぱい起きそうだからさ、もう、持てる弾をこう、しっかりとね、あれか。あ、なんかある。なんだ。ダンテの紙。開いた本の一部が背に、雨に打たれた。あ、打たれてモサどもは、犬のようにわめき叫び、背を向けて腹をかばい、
腹を向けて背をかばうこの惨めな冒涜者たちはぐるぐるとのたうち回る。ダンテ神地獄編第6巻。ダンテ読もうとしたんだけどね、ダンテちょっと読めなかったんですよね。競技に捧げた命は常に偉大なるジャック・ノーマンと共に。で、大丈夫かな。こちら進化してるんだけど、進化してる途中でやられて、武術部いっぱいある。これ武術部じゃないか。なんだこれ。まあ、なんかちょっとよくわかんない。回復もできないと。じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ノーマン！ノーマン！ノーマン？オッケー。で、カスタムパースだ。いいね、いいね。チャージショット。で、パイソン。これはパイソンでしょ。で、こいつじゃなくて、こいつだね。ロケランってでも、ああ、そっか。男のマロンロケランがあるんだよな。こいつでっか。確か、ボス戦をやりながら変えられたはず。で、ちょっと待って、ダメージ5。わあ、かわいそうなまでに、ぶちのめせそう。チャージショットは、赤いショットガンか。オッケーオッケー。で、ファイアレート。同じ系のはつけれないって話だったかな。よし、これでなんとかなるでしょう。他はだって、ダメージ、そうね、ダメージ4。あ、ちょっと待って。あ、ダメージプラス 60%。あ、じゃあ、こいつ外そう。これを、ちょ、外すは F。OK。で、改造で、これ外して、ダメージ4。OK。224。こいつの改造はできないね、さすがにね。うん。まあ、なくなったらこいつを使えばいいか。よし。一発ぶち込んでどうなるかな。まあ、でも、まずはこいつでね。こいつで試そうか。よし、じゃあ、行きましょうか。チャーチャーラチャー。どこなんだろうな。クイーンリーダー、全く形が違うのかな。そうかもしれないね。Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou? How much って言ってる。いくらかって。私By each one to be dreaded, who doth read. 男じゃねえわ、女だわ。Stand to mine eyes. クリスの何も言わないあれよ。本当に危ないわ。Pape Satan, Pape Satan, Alepe. 完全に宴の後じゃん。使いをいっぱいやっちゃいましたよみたいな。Each one shall find again his dismal tomb. ああ、で、でもこの時点で撃っちゃえよ。やっちゃえ。Morgan.モルゲン・モーゲン・ランスデール。我々は貴様にはめられて、おててもいっぱい。おてても、これなんだ、マグナムかな。やった、マグナムだ。ジルが気持ちよくなる要素しすぎて。まあ、これが手に入っちゃったらね、もう終わりだからね。そうだ、これは貴様の。頭めっちゃ刺さってるの、ハンターにやられたんじゃないか、ジン。大丈夫。ハンターに切り刻まれた跡が残ってる。これが欲しいだろう、大切なものなのに、それをさ、いとも簡単に、大丈夫か。なんか殺せそうなんだけど、ね、そうはいかないんだよな。ということで、お疲れさまでした。 This is it. We got the evidence. ありがとうございます。さよなら。これ以上危険なんでね。さよなら。す、え、何、まさか、あー、酔っぱい。ちょ待って、追い酒はやめた方がいいと思います。追い酒すると大変なことになりますよ。向かい酒だっけ。あーあー、あ、今度はちゃんとお口から飲んだんだね。なるほどね。でもこいつさ、どうせこっから泳いで出ることなんてできないんだろうから、その分ほっといて、うわー、お背中ぶっしゃー。はーい、ということでね、なんか2回ほどね、海の中で食われちゃいましたが、上手ごっこされちゃいましたが、はい、次回ラストパートですね。ついに現れたノーマンの正体とは一体はい、なんぞや。そしてモルガンの闇を暴くことはできるのか。最終回お楽しみに。ではまた。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。